足立区で足立区で足立区の病院のとこに行ったとか言うから本当にいいと思って病院に行ってんかと思って俺一緒病院に行ったら違うと思う僕入る寮のとこの4階に住んでるの本当はでも奥さんも子供いるからなあそこに住んでるってことはないんじゃねえかって無理だねとは言えないじゃん。わかんないよ。自分がダメだと思ってたらダメだ。同じ人間の。そういうね、思いを伝えないとね。何せよ。何も始まらない。じゃあ僕アタックしていいですかね。オッケー。アタックして砕けてきます。その後ね、直美さん少しお話があるんですけど、二人の話で、もうおかしくったらこうやって通り過ぎながら、ひどいね。もう早速やってると思って。どういう風に対応したのか。知らね、今度聞いてるから。声かけないでしょとか。ひどい、あの人知ってたんでしょとか。知らないよ俺。もうやめたらいいけどさ、やめなかったら大変。めんどくさいよね。でもどうするそれ、相手も迷惑するからなってさ、俺口裂けても言えないよ。わかんないもんだって。かわいそうじゃん。だってあの直美さんはかわいそうじゃない。